クエスチョン。おはようございます。3月5日朝8時過ぎです。なんか今日はいい天気になるっていう予報だったんだけど、なんか微妙な天気ですね。今日ちょっとね、昼前ぐらいから用事があったんで、朝ちょっと走ってます。走ってると言ってもちょっと竹の塚のね、米田に朝飯食いに行くだけなんですけど、昨日の夜はね、ヨッシーさんのラジオを初めて最後まで聞きました。まあね、もうちょっとコメントしてもよかったかなとか思いながら、まあ最初に挨拶したのと最後の方にお台場とコンタクトのコメントしただけで終わっちゃいました。まあ昨日夜勤明けでね、夕食の後ちょっとこたつ無理で寝ちゃったんで、夜中全然ね眠くなかったんですよ。ヨッシーさんのラジオ終わってからもしばらくね全然眠気なくて起きてました。まあ話わかりますけど、ブルーバード400の元ブログといったら 4L ライダーさんだったんですけども、4L ライダーさんはついに念願のハヤブサに乗り換えまして、ブルーバード400の元ブロガーは、私だけですかね。ちょっと残念ですけどね、4L ライダーさんがまたブルーバード乗ってる頃に一度一緒に走りたいなと思ってたんですけど、まあ残念でした。それからですね、去年の7月からブルーバード乗ってますけど、いまだにブルーバード400、他のブルーバード400と遭遇したことありません。ツイッターやね、インスタグラムではブルーバード400乗りの方にフォローしてもらって、まあ、こちらもフォローしてますけども、結局リアルではまだ一度もお会いすることなく、幻のバイクですね、ブルーバード。イントルーダークラシックはねたまに見るんだけどね、本当にブルーバードはこの400は見ないですね。寂しい限りです。まあ、ちょっとブルーバード400が集まる企画でも考えようかなって思ってるんですけど、私仕事がね介護でシフト制なんで、なかなかね休みというものが、まあ前の月の10日までにね、3日間だけ休みは指定できるんですけどね、まあかなり前からの予定になりますんで、天気なんか全く読めない、まあ、それでもこの日は休んで釣り行くぞって言って、高級取るんですけど、来週その釣り行こうと思って休みを取った高級が天気予報雨予報になってしまいました。非常に悲しいです。まあ、ちょっと話ずれたけど、もしね需要があるならブルーバード400が集まる企画を立てたいと思いますんで、コメント欄にでも書いていただけるとありがたいですね。まあ、東京近郊のブルーバード400の相手って一体何人いるんですかね。ぜひお会いしたいです。まあ、もしやるとしたら、昨日ちょっと眠れない時間に考えてたんですけど、ライコランド東雲に集合って感じ で、でその後、東京ベイブリッジでも渡って解散とか、本当にねちょっと 1,2 時間だけの集まりをできたらなと思っています。
い、コメダコーヒー店到着。コメダはね、朝7時からやってますんでね。どうしよう、どこ止めようかな。駐輪場らしき駐輪場がないからね。はい、では朝飯食べてきます。まあ、なんですかね、大蔵トーストあれポチじゃ全然足りないですね。朝飯としても小腹が空いて満たそうとしてもあれじゃやっぱ足りないだろうな、うん、まあそれはいいとして、まあ、来る時に話したブルーバード400のオーナーさん、もしみんなで集まりたいという声が大きければ、企画したいと思います。休みもね、申請する関係でね、もう3月入っちゃったんで4月の休み申請しなきゃならないんで、そうですね、5月になっちゃうかな。今から企画して休み合わせようとしたらね、まあ、この今月3月もね、土日休みいくつかあるんですけど、まあとりあえずアンケートというか集まりたいという希望がありましたら、コメントよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、じゃあね。あ、スマホセットするの忘れてた。まあいいか、ゆっくり走ってたからね。